局長、この間こんなことが起こったんです。あれ、今年の野菜あんまり成長しないな。なんでだろう、去年はあんなによく育ったのに。チーンっていうことが起こったんです。これ何か理由あるんですかね。はい、家庭菜園、特に初心者の人に覚えておいてほしいことがあるんです。それが連作と輪作。きっとカカッシーのお野菜、同じ場所で同じものを植えて連作障害が起こってるんです。ん？連作障害？塾長、連作障害って何ですか？うん、同じものを同じ場所で植えることによって土の中のある菌や病気が影響して野菜の成長を阻害しちゃってるの。え、そんなことが起こるんだ。塾長、もっと詳しく教えてください。はい、特に野菜作り初めての人がついつい陥ってしまうのがこの連作障害。今日は徹底的に解説していきたいと思います。お願いします。では本編へ。はい、どうもこんにちは、始まりました農業塾チャンネル。はい、本日も学校の先生として農業を教えてた塾長とスーパーアシスタントのかかしのかかしでお送りしたいと思います。え、塾長、僕の野菜どうしたら元気になるんですか？はい、それを紐解くためにはまず連作と輪作について勉強しよう。うん、連作と輪作なんかよく分かってないです。でしょ。実は家庭菜園を極めてる人や農業を職業にしてる農家さん、このような方は必ずこの連作と輪作っていうのを意識してます。おお、なんか超重要っぽいっすね。そう、ということで今日は連作と輪作について、そしてタカシーがやられてしまった連作障害について勉強していきます。お願いします。ではフリップカモン。ということで今日は連作障害について解説していきたいと思います。わっわっわっわ。じゃあカカシクイズです。連作というワードを今日はご紹介するんだけど、連作って一体何だと思う？連作？この前この動画で鹿が入ってこないように柵をつける。いや、それ伝作。いや、かがし、その動画あんまり再生数伸びてなくて誰もみんな知らない。ちょっと傷をえぐらないで。めちゃめちゃ自虐。さあ、話は戻して、連作っていうのは同じ野菜、そして同じ科目の野菜、これを連続して同じ土で栽培することを連作と言います。簡単に言うと、連続して作付けを行ったということなんです。おお、わかりやすい。そう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 、僕去年トマトをここで植えて、今年もトマトをここで植えたんです。そしたらなんかあんまり成長してないんです。うん、そう、それがとてもいい例です。なんと、
さ、話を変えて、この連作の反対の言葉があります。それが輪作。輪作？じゃあかかし、輪作説明してみて。輪作、輪は輪っかだから、はい、同じ場所でぐるぐる回りながら野菜を作る。いや、ゲータッシャ。いや、かかし、絶対違うでしょ。ですよね。さっきは同じ場所で同じものを作るだったから、同じ場所で違う野菜、違う科目の野菜を作る、これを輪作って言うんですか？ご名答。そうなの。例えばたかしが1年目にトマトを植えた、そしたら2年目はレタスを植える、こんな感じで前作ったものと次作るものを変える、これを輪作と言います。おお、なるほど。ちなみにかかし、トマトは何科の野菜かわかるかな？何科？何の仲間ってことですよね。そう、科目っていうのはある野菜の仲間という意味です。トマトは赤くて丸いからリンゴの仲間。じゃないのよ。トマトは赤くて丸くなるだけど、実は仲間で言うとナスの仲間なんです。ナス？そう、トマトはナス科。そうなんだ。じゃあかかし、次に野菜を作るレタス、このレタスは何かかわかる？葉っぱが丸まってキャベツに似てるから別か。残念。実はレタスはお花の菊の仲間なんです。なんで？ちなみにたかしが言ってくれたキャベツはアブラナ科の仲間なんです。レタスとキャベツって似てるのに仲間が全然違うんですか？そうなの。塾長、この仲間分け科目についても教えてほしいんですけど。 OK。 特に野菜作りにはこの科目っていうのが重要になってきます。なので今後の動画を見逃さないようにぜひチャンネル登録してください。はい、僕チャンネル登録します。いや、まだしてなかったんかい。いや、話を戻そう。ということで、違う野菜を作る、これが輪作と言います。連作と輪作分かってきましたよ。で、塾長、連作と輪作は分かったんだけど、ほら僕の畑、連続して同じ野菜を植えると連作障害っていうのに陥ったって話最初にしてくれたじゃないですか。あれってなんでそんなこと起こるんですか？ OK。 最初の冒頭でも触れたんだけど、実はこの連作っていうのが農業や家庭菜園にはとても厄介なんです。というのが、同じ科目の野菜を植え続けることによって土の中の成分バランスが崩れて、特定の病原菌が増えて病害虫が発生したり生育障害が出やすくなるんです。このように連作が原因で野菜に障害が出てしまうことを連作障害と言います。そうなんだ。この野菜が好きな病害虫がどんどん増えていったりするんですね。そうなの。でも、だがしかし、すべて
連作障害を起こすとは限らないんです。え、そうなんですか？そう、連作障害が少ない野菜というのもあるんです。わ、ってことは上手に家庭菜園されてる方っていうのはみんなこれを知ってるってことですか？うん、そういうこと。塾長、もっと詳しく教えてください。 OK。 この連作障害を引き起こす病原菌っていうのはある程度時間を置くと土の中で減っていきます。じゃあどれぐらいの期間土を休ませておいた方がいいかというと、それは野菜によって違いが出てきます。まず1年以上開けた方がいい野菜というのがこちら、ほうれん草、春菊、レタス、ネギ、大根など、こういう野菜というのは1年開けてからまた作る。そうすることによって連作障害を回避することができます。簡単に言うと、1年目レタスを作った、2年目はピーマンを作る、そして1年空けたので3年目にもう一度レタスを作る。このような感じで違う野菜を1年間挟んで休ませてから作る。そうすることによってこのような野菜たちは連作障害を起こしにくく上手に育てることができます。おー、わかりやすい。で、塾長、他の野菜はまさか持っておかないといけないんですか？お、かかし鋭いね。そうなの。じゃあ次に2年以上開けないといけない野菜はこちら、きゅうり、インゲン、白菜、いちご、キャベツ。このような野菜は2年間以上開けてほしいの。例えばキャベツを1年目に育てた、次の2年目はレタスを作る、3年目はさつまいも、そして2年開けたので4年目はもう一度キャベツ。このように作ると連作障害を回避することができます。おお、なるほど。あれ、塾長、なんかこんなに丁寧に説明してるってことは怪しいですね。お、名探偵カカシーだね。そう、カカシー、よく僕のことわかってるね。じゃあ何が言いたいかわかる？きっとこんだけ丁寧に説明してるってことは、あ、ひらめき、わかりましたよ。今日のテーマ、連作障害、これを避けないといけないってずっと言い続けてるってことは、この開けてる時間、ここがポイントなんですね。そうか、わかったぞ。塾長が今日は科目重要って言ってたけど、キャベツはこの動画で説明してたアブラナ科の野菜、そしてレタスはさっき教えてくれたキク科の野菜、そしてさつまいもはこの動画昔塾長が説明してたけどビルガオ科の野菜、そして4年目にもう一度アブラナ科のキャベツ。ってことはこの2年目3年目キャベツの間に植えてる野菜、それが例えば同じ科目の野菜で作っちゃうと、この間で連作障害が起こっちゃうことになりかねんちゅうことですね。おお、カカシー、その通り。よく言いたいことわかったね。えへ、そうなの。実は家庭菜園を長く続けるとこの連作障害、特に回避するためにここの真ん中、この開けてる期間でついつい油中の野菜を回避しないといけないのに違う野菜がかぶってしまうこともありえるんです。なるほど、
なんかオセロみたいですね。確かに。さあ、まだここまではいいんだけど、ここから3年空けないといけない野菜はこちら。じゃがいも、メロン、里芋、そら豆、枝豆などがあるんです。ってことは、枝豆を1年目植えた、枝豆は豆科だから、2年目は例えばレタス、3年目はさつまいも、そしてこの科目かぶらないようにしようと思ったら、あ、4年目はアブラナ科のキャベツ、そして間開けだからもう一回枝豆に戻ってくる。そう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 、そういうこと。素晴らしいね、かがし。ちゃんと真ん中もかぶらないように計算したね。えっけん。そう、そうなんです。実はこのように真ん中をかぶらさないように計算して野菜作りをしないと、ついつい真ん中がかぶっちゃって、うまく連作回避できなくなることもあるんです。へえ、なんじゃこりゃ。すごい地道な計算ですね。うん。ということで、野菜作りっていうのは長年のプランニングっていうのが必要になってきます。このプランニングを上手にしておけば、あれ、野菜がうまくできないなというリスクをどんどん減らすことができるんです。なるほど。いや、勉強になったな。で、塾長、今3年以上開けないといけない野菜までは聞いたんですけど、これ4年5年以上開けないとダメな野菜もあるんですか？はい、もちろんありますよ。4年以上開けた方がいい野菜の代表的なもので言うと、皆さんが作りたい家庭菜園ナンバーワン野菜のトマトがあるんです。そして人気第2位のナスやピーマンもここに含まれてくるんです。トマト、ナス、ピーマンって4年以上開けないといけないんですか？そう。ということで、1年目トマトを作った、2年目3年目も同じ土で今年もトマトを作ろうとやっちゃうと、連作障害、病気が発生しやすくなって失敗するケースがとても多いんです。そうか、だから家庭菜園初心者の人が1年目上手にできた、でも2年目うまくできなかった、1年目はビギナーズラックかって言ってんのって、この連作障害が絡んでる可能性もあるんですね。そう、そういうこと。ということで、もしトマト、ナス、ピーマンなど家庭菜園で作った場合、2年目、3年目、4年目、5年目、この中4年は違う野菜を植え続けて、そして十分病原菌が減ってから、またトマトやナス、ピーマンなど植える、こういう方法で上手に作る方がいいんです。うおー、勉強になった。で、塾長、こんなに待ってたら大好きなトマト毎年食べたいのにってなっちゃいますよね。うん、そうだよね。なんか少しの量でいいんです。毎年上手に作る方法ありませんか？ありますよ。例えば畑でこれを作る場合、どうしてもお家のお庭こんなに場所がない、でも同じ野菜を作り続けたい、この場合はプランター栽培がいいんです。お、たまに出てくるプランター栽培だ。この動画で詳しく説明しましたね。そうそう、プランター栽培だったらトマトを作った土、これをあえて新しい園芸用の土を買ってきて、このプランターに入れ直すと、2年目もトマト作ることが
できるんです。あ、なるほど。そもそも使ってる土をごっそり入れ替える、そうすることで何回でも同じ野菜が作れる、そういうことか。そうなの。そして以前こちらの動画で説明したみたいに、お庭の土で畑作りをしようと思ったらすごく時間がかかっちゃうって話したね。はい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 、してましたしてました。その時も園芸用の土が役に立ちましたね。そうなの。家庭菜園で一番難しいのが野菜を作ることよりも土を作ることなんです。土を作ろうと思ったらとても長い時間、月日を経て土っていうのは変化するものなので、特に家庭菜園初心者の人はこの園芸用野菜用の土を使って野菜作りをすることをおすすめします。なるほど。いやー、勉強になった。そうか、野菜作り奥が深いっていうのはこういう連作障害や土地のことも考えないといけないってことなんですね。そう、でもそれが楽しみの一つでもあるんだよね。なるほど。いやー、勉強になったな。皆さん、こんな感じで農業塾チャンネルでは家庭菜園の情報、農業の情報を日々配信しております。ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録、そしてこの動画が良ければグッドボタンよろしくお願いします。ちなみにチャンネル登録者数が増えることによって僕のギャラが増えるみたいです。どうぞ皆さんチャンネル登録して応援お願いします。お願いします。で、塾長、もう一度先ほどのそれぞれの野菜連作障害しないために開けないといけない年数、なんか詳しく表みたいなので見たいんですけど、できますか？ OK。 じゃあいつもの挨拶の後に、先ほどは1年2年3年4年開けないといけない野菜表示しましたが、それプラスアルファ5年開けないといけない野菜、そして最後まで見ていただいた特典として、そもそも連作障害が少ない野菜も一緒にご紹介したいと思います。ということで、ぜひ最後までこの動画見ていただき、連作障害が起こらない野菜も皆さん勉強してみてください。え、連作障害が起こりにくい野菜もあるんですか？はい、ありますよ。ってことは、連作障害が少ない野菜っていうのは家庭菜園初心者にはもってこいの野菜ってことじゃないですか？はい、そういうこと。ということで、ぜひ最後までこの動画ご視聴お願いします。じゃあ塾長、いつもの挨拶いたしましょう。はい、ではいつもの挨拶いたしましょう。皆さん、準備はよろしいですか？はい、それではいきます。せーの、まったねー、ぎバイバーイ。ということで、連作を避ける期間の目標、こちら。そして連作障害が起こりにくい野菜というのはこちらです。ぜひ皆さん、上手にプランニングして家庭菜園楽しんでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。最後まで見てくれた皆さん大好きです。今後も農業塾チャンネル頑張るぞ。おー。